皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、6月の6日、19時10分、ほどです。昨日、労働基準局へ行って、とある件を、今対応してもらってるんですけども、それとは別に訴状を、ある程度出してと。で、今、証拠申し立て書の作成と、あと生活保護のその適用証明書が盗まれてましたので、でそれを、再発行してもらいに行って、対応してもらってるんですけども、これね、自分でそこまで裁判で、結果出したことがないから、今後の裁判で、その結果は出てくると思うんですけども、労働関係のところで、例えばね、労働契約書、雇用契約書の中にですね、その退職金ありとかなしっていう記入あるじゃないですか。あれ多分書いたらダメなんじゃないですか。っていうのは、民法の88条、そのあたり、法定過失というものがあるんですけども、日割りってちゃんと書いてあるんですよ。そこから繋がる商法とかでも。で、それ考えたら退職金、本当はこれ日割りとかの計算とか導入、もうそれはなかったらおかしい。で、労働基準局のその対応された女性の方で、吉川さんっていう方だったんですけども、の説明では、その契約書に、退職金なしのところに丸をつけてるから、退職金なしだというようなことをおっしゃられてるんですけども、ここは安倍政権の時に僕からの提案でね、変えたことが変わってないところなんですよ。人材派遣会社の人にも退職金っていう話で、日割りの法律があるから、最初から退職金あるかないかなんか、その欄がまずいらないんですよ。で、土日祝日が行政の決めた休みである以上、会社が法人登記を、法務局に出しに行ってる以上、行政と同じ土日祝日は休みで休日日なんですよ。だあんまり物事ややこしくなるような法律をたくさん作りすぎていて、サブロック協定とかもそうですけども、そうじゃなくて、余計な法律がたくさん作られすぎてるんですよ。もっと分かりやすく、土日祝日法とかそういうふうに書いておけば、そうじゃなかったら、普通に労働時間1日8時間の人たちは、じゃあね、年間休日が100何日なきゃならないわけじゃないですか。でしょ？じゃあ、土日祝日とかこう定められてなかったら、どこかの休みを祝日、休日日に指定しなきゃならないみたいな話になってくるでしょ。同じことなんですよ。それだったらもう土日祝日でしっかりと定めておいて、で、それも一回僕裁判で買ってるんです。土日祝日割増賃金っていう形で。普通に考えたら分かることばっかりなんですよ。だから六法全書を読むことによって、何かこう考え方とかが、わけが分からない考え方になっていたりだとか。で、その法定過失のことに関しても、安倍さんもそう言ってたはずなんですよ。退職金のことに関しては、日割りで計算だっていうことを。いや、そうじゃなかったら、人材派遣会社の人たちって、じゃあどういうふうに退職金もらうんですかっていう話になるでしょう。だって安倍政権の時に決まりましたもん。人材派遣会社の人にも退職金ありだって。だからその計算方法とか計算式っていうものがあると思うんですけども、途中でね、そういうような話になって、何か、計算書き込むような用紙をもらったんですけども、退職金の計算の仕方なのかな、なんのかなっていうところで、それ自分で持っといてくださいっていうことだったんですけども、途中でね、僕も説明していて、最初、休業保障の、休業手当のこと、話して、休業手当ですよねって言ってくるんですよ。休業保障でいいと思うんですけども、向こうからしたら休業手当っていう、言葉にあんまりにもこだわりすぎて、肝心絡みの内容、6割、以上の支給っていうことになってる、その賃金のね、一日の労働時間の、そういうようなところのことを、
労働基準局で働いてる人は、その辺のところの部分がね、こ うまく言葉が噛み合ってなかったり、こう説明していて、途中からその退職金の計算の仕方の表を渡してきたんじゃないかなと思われるようなものにしか見えないものが出てきたんですね。で、僕は最初聞いていた時は、途中までその退職金がなしのところに丸つけてるからないっていうようなことを言われている以上、その表を後からレクチャーを受けたとしても、休日保障の休日手当の計算式のことを言ってるように聞こえてたんですね。世の中こうなんですよ。だ相手に、これ何の説明されてるか分かりますかと、そういうようなことを、説明してあげたりとか、そういうような、行動してあげなかったら、これね、世の中どう考えても、仕事の絶対数とか、家の件数と仕事場の数を比率で見たときにね、自分の身の回りを見渡したときに、これもうみんな分かるじゃないですか。ほぼほぼ。あ、無理だなっていうことが。で、それで公務員になって、勝ち組だのなんだのっていうような話が今までの話だったんですけども、だそれはもう安倍政権の時に、これ人権として平等性がないと。だって国の方が借金背負ってるんだから、国が大事に世界大戦してしまったんでしょ？ね？っていうことは、行政の方が間違ってたんですから。その責任者とか、その連帯責任とか、そういったものを考えていくと、じゃあなぜ公務員の人は賞与もらえるんですか、住居手当、雇用手当絶対ついてくるんですかっていう話になるんですよ。一般人にはなくてって。そういうレクチャーを労働基準局の人が何か言っちゃうんですよ。だこれ、内容をしっかりと統一しなきゃなんない。人権がありますから。だから最低賃金法があったとしても、住居手当、雇用手当がついてないんだったら、それ最低賃金法として認められるかって言ったら話違ってくるわけじゃないですか。もちろん、休日手当とかもそうですし、まあ、休日の割増賃金のことです。あと、1日8時間を超えた時の、割増賃金だとか、深夜手当だとか、深夜の割増賃金、早朝の割増賃金。いろんなものがあるわけじゃないですか。それが全て揃ってこその最低賃金法であって、で、そこの金額は基本的に中卒の人なんですよ。で、ただしもあんまりこの話をしすぎても、一応だから大卒の人たちは、少し前でね、円高の時で、商社関係で、基本給最初の月給、労働時間180時間ぐらいで、基本給が21万5千円あったら高い方だったんですよ。本当に。高卒で、ちゃんとベースアップしてきた人であれば、その人と同じぐらいか、高卒の人の方が本当に結果出した人だったら、上回るっていうケースも出てくるんですよ。だから僕みたいに、僕はしっかりと支払いしてもらってないんですよ。僕みたいに、例えば、政府上層部や天皇家の人たちとお会いして、自分なりの計画とかがあって、自分なりの、するべきこととか、を、発表したりだとか、そうすることによってお客様がたくさん来たりして、結果を出しているだとか、仕事中にね、素早いスピードで動いて、たくさん仕事をこなしているだとか、それで、基本給上がっていかなかったら、世の中の定義何もなくなっちゃうわけじゃないですか。だからね、変えなければならないのは、労働基準局での対応の仕方っていうものを、しっかりと、したものに、こう、変えるしかないと。こういうことなんですよ。こう、書類を見たときに、ああ、ここ間違えてますねとか、これ書類作った人がっていう。なぜ、そういうような世の中になってしまってるのかなのところで、多分みんなその惰性になって仕事をしてしまってる。こここう変わったのはこういう理由があるからっていう、そういうような理由付けとかが、やっぱり、
まあ、分かっていらっしゃらなかったみたいで、例えば、労働時間が、1週間の労働時間が60時間を超えた時の割増賃金の額が、大企業の場合は2010年から 50% だったんですよ。で、それはね、長時間労働とかが、例えば僕の例とかで、一月370何時間だとか、340何時間だとか、そういうふうな労働時間で、こう、半年間ほど働かされると。で、そんな時ではもう、もう、半殺しのような目に遭ってる状態じゃないですか。そのもう、意識朦朧としてるような状態でね。その頃はゾンビ企業だとか、そういうおかしな言葉が流行ってたんですけども、それで中小企業だからといって割増賃金が 50% にならなかったらおかしいでしょ、人権的に。で、一応2023年から、中小企業も、1週間の労働時間が60時間を超えてるケースの割増賃金は 50% 以上だとか、ちょっとね、冊子持ってきますね。僕の方で物事を国会を動かせるのかって言ったら、人権問題のところ、黒人初の大統領オバマさんの話があったからこそ、こういうような平等性、いやこれね、お金の出元で結局国なんですよ、ほとんどのところ。だって雇用助成金どこの会社も入ってますよね、大臣の会社ナイトオーナーであります。だから国が仕事取ってきたりとかして、特に大企業ほど、だから余計話めちゃくちゃでしょ。こういうのは一番最初からこういうことをきちっとね、中小企業の人たちも、1週間のね、その所定の労働時間、このあたりですね、ピントどうですか、なってますかね、見えますか。ちょっとぼやけてるような気がするんですけども、これがね、以前その中小 25% だったのが、まあ 50% にって。だからこれはね、その安倍政権の時に変えて、でその施行されるまでにね、どうしても時間がかかると。2023年の4月1日からやっとね、そういうことが実行されるっていうことで、で今まだ出来上がってないことといったら、マイナンバーカードを作った理由の大きな内容として、絶対厚生年金に入れてあげると。あれ入っておいた方が絶対有利なんですよ、人生。所得税の控除とか、源泉税とかね、あれは所得税、ということになってくるんですけども、その控除の対象になるから、あと掛け金が半分以上、半分が、会社なんですよ。で、普通の国民年金よりも金額が全然違うんです。しっかり180時間以上働いてる人であれば。で、それがなかったらね、年金の支給額は15万まで、到達できるかって言ったら、まずないんです。厚生年金入ってなかったら。で、その所得税の控除ね、僕のホームページ淡井圭介の利益のところから A 票 B 票っていうのが40番台前後のところに、まあ政府の票っていうものを見れるように閲覧できるようにしてるんですけども、そのあたりにね、 A 票 B 票っていう税務署にこう自分で納税しに行った時に書き込む票があるんですけども、あれを一回書いてみなかったら、みんななかなかわからないと思うんですよ。あれを一回自分で書いてみて、特に今年は所得は多かったなと。まあ普通は家のローンの返済に当てたりとかして、対応するんでしょうけども、じゃあ若い時どうするべきかっていうところ、その、国民年金基金をかけておくっていうのも一つの手なんですよ。それも所得税の控除に使えますから。だからまあ、後先どちらの方がいいかなっていうことを考えたら、所得税の控除の一瞬ね、みんな自分でお金を貯めておいた方がいいとか考えるんですけども、
多分所得税の控除に使っておくべきですね。で、それで年金掛け金今までどれぐらいかけたかっていうところ。で、あとまあ介護保険料に関しても半分は会社持ちになってきますから。で、それらを入ってなかったら老後が老人ホームで過ごすのか病院で過ごすのかに変わってしまうんですよ。で、病院に関しては全ての病院を見たことないので何とも言えないんですけども、老人ホームはテレビが見れるんですよ。老人ホームに入れる頃って言ったら、もう歩けなくなった頃でも、もうほとんどの、9割以上の人が車椅子の生活の人たちなんですね。で、それは世の中の実態なので、例えば、ベッドの上でね、寝たきりに近いような状態でね、テレビすら見れないような状態の、日々を、自分が老後を迎えた時に過ごしたいかどうかっていうことを考えたら、やっぱり介護保険料とその厚生年金をワンセットでしっかりかけておいて、その例えば一月15万円の年金支給までたどり着けてる人って、男性で 50%、女性で 30% なんですね。で、その一つの原因が、厚生年金に最初からしっかりと入らせてもらってなかったと。だからマイナンバーカードで厚生年金を、厚生労働省の管轄なんですから。結局国なんですから。だからこれ、岸田さんも同じ意見なんですけども、総理のね。岸田さんも昔僕と会って話したことある方なんですけども、健康保険も国民健康保険も、それ全部一緒でいいでしょって、国民健康保険でって。思いません。厚生労働省の傘下なんですから。結局は。管轄が。で、それをしなかったら、今までどうだったかって言ったら、健康保険の方で、だから、ハリケーンマッサージとかのお金が出てくるような形とか作っていたから、それ本当は違法行為なんですよ。ハリケーンマッサージに関しては、効力がないっていうことを政府が発表しますから、中国政府も日本政府も。おかしいでしょ？矛盾だらけなんですよ、この世の中。政府がそれしちゃダメですよ、認めてませんよって言ってるのに、例えば墓石作ってる、もうあんなもん霊感商法と同じですよ。だって、納骨は霊感商法として罰せられてるんですから、だいぶ前に。何十年も前から。オーナーに全額返金しなさいって、裁判所で。お墓の下に骨なんかないんですよ。海に散骨か山に散骨なんですよ。火葬場に行った後、骨を砕いて。だから正直みんな騙されてるんですね。お墓買わされた人って。ね、この世の中矛盾だらけで、もうはっきり分かったことなんだから、そこきちっと変えなきゃならない。で、お金の出元は大体政府なんです。で、それで、円安になっていたっていう部分が、あるんです。で、だから、あとはマイナンバーカードの部分ですね、その、本当は2024年から開始だったんですよ。テレビでも一回ね、その予定ですっていうような放送されたんですよ。放送で。それはもう国会議員の人たちに僕の方からいろいろ言って、多くの議員の人たちは、自分たちもそう思うなんですよ。だけども、それが今実行できてない。マイナンバーカードイコール、それを、労働するところに持っていった瞬間、厚生年金にちゃんと自動的に入れるように。なぜなら管轄が厚生労働省だから。だから会社は、だからその民間の会社は、君たちなぜ、厚生年金に入れてあげないんだっていうことを行政の方が、すっとね、行政指導ができる。で、いちいちそれを行政指導するのが手間だったから、最初から強制的に、あなたたち民間の会社はちゃんと厚生年金に入れてあげなきゃダメよっていうことにしておくと。こういう話なんですから。だから、そういうふうに社会改革っていうものは、やっぱり、正直、安倍政権の時に、外交関係とかを固めて、僕からの提案で、北朝鮮の金正恩さんと、ムン・ジェイン大統領に、首脳会談を行ってもらって3回。間にトランプさん入ってもらってと。アメリカの民主党も共和党の方にも僕のことを知ってる方たちはたくさんいらっしゃるんですよ。中国政府もそうだし、習近平国家主席に、3期目お願いしますっていうことを頼んで、
今もう国連人ですか、みんな。だ、いろんな法律があって、一法律で物事を見るんじゃなくて、何をすればいいか、何をした方が良いのかっていうことを分かっていればっていうことなんですよ。で、プーチンさんも、まあ、3期目はお願いしましたけども、4期目がなんかこう、まあ、プーチンさん決定的になってるんですけども、まあ、年齢的に大丈夫かなっていうところはありますね。その大統領をされてる間に、まあ、年齢は重なっていくものですから、あんまりその、なんかこう、死ぬまで働けコースっていうのも変でしょう。なんかそれはそれで、昭和天皇の時みたいで、なんか変でしょう。だから僕は平成の天皇陛下には、なる人様に、その当時皇太子殿下だったなる人様に、まあ、代わってもらった方がいいと思いますと。で、まあ、それを、まあ、テレビとかで、まあ、お祭りっていうと変ですけども、一つの、まあ、まあ、イベントって言っても変なのかな。まあ、一つのその、まあ、変わり目の祝い事と言いましょうか。まあ、そういうふうな形で、そのね、死ぬまで働けっていう制度、これは絶対世の中おかしい。だって仕事の絶対数が足らないわけですから。一番上の方のポストが空いたら、順番に上がっていったら下の方のポストが空くでしょ？だからそれは第二次世界大戦があったから、昭和天皇は、もう最後の方は、それはもう認知だったと思いますよ。認知症だったと思いますよ。その、老衰によってね。で、物事をこう判断する能力なんかはなかったと思います。だからその時に、平成の昭仁様が、その、皇太子殿下の頃に、自分たちで、あとは、国会議員の、内閣を中心に、まあ、総理含めて内閣ですけども、まあ、物事を、決定していたと。皇室会議、皇室経済会議ありますから。で、だからまあそういうふうなその無茶な体制っていうのが変なのであって、で、だからまあ上皇天皇とか、そういうふうな名称とかって、やっぱり他国の人から見たら変ですよね。どちらの方が首脳なんですかっていうふうに見えてしまいますから。で、まあ、必ずしも、社会的地位が高いからといって、全員が全員長生きしてるわけでもないし、早死にしてるわけでもない。正直、運動と睡眠と、まあ、食生活の内容ですね。まあ、僕の場合は、睡眠の方で、まあ、だいぶ、足を引っ張られてるというか、だからその辺のところのコンピューターの稼働の仕方とか、未来の時間軸からの内容の方を、まあ、一応僕も優先してる部分はありますよ。被災地の人たちに地震がいついつ発生しますっていうことを未来からの時間軸からの声掛けしてますから。それをすることによって、死なないで済んだりだとか。まあ一応生活方法がありますから、生き残ってさえいれば、とりあえず生きていられるわけじゃないですか。で、何か好きなことがあったらそういうことができるわけですから、もう漫画でもアニメでもゲームでも何でもいいと思いますよ。音楽でも映画でも。今だったらAmazon プライムビデオとかがありますし、そんなに高い料金じゃないじゃないですか。そのためにそういう被災地の人たち、例えば家をせっかく、ローン組んで建てて、ローンの返済も間近になって、で大地震で家が潰れて、で仕事場も失ってと、元方に暮れると。でそういう人たちにそれでも働けっていうのは何か変じゃないですか。今更もう一軒家買えるかって絶対無理じゃないですか。働きたかったらどうぞ働いてくださいじゃないですか。一応生活保護でも働けば1万5千、例えば、手元に残るとか、例えば、十何万ほど稼いだら、2万円ぐらい手元に残るだとか、まあ、そういうのはあるんですよ。
ある程度その、ある程度の生活っていうのは保障されてますから、だからその辺のところで、世の中しっかりとどう対応していくのかっていうところで、もうやっぱり地震が多いですからね、この国。だから年金をしっかりかけておくことだと思いますよ、老後のことを考えると。まあ若いうちに結婚して、で所得税の控除をうまく使って一軒家のローンを返済していく、それが本当は一番賢いんですよ、こういう賃貸で住むより。こういう公営住宅で一月30何万とか稼いだりしていたら、家賃が10万以上になったりとかするんですよ。変でしょ。そうだね、一軒家の方が絶対得じゃないって。だって最終的に家のローンを返済してしまえば、家賃とかはないわけじゃないですか。固定資産税はあるにしても。けど、普通の一般的な家で、固定資産税年間24万円、一月あたりで2万円。で、その時には、その建築物の、価値が下がってますから、その家のローンを全部返済した頃ですよ。だから、一月、1万いくらぐらいじゃないですか。だから1万いくらぐらいで一軒家住めてるわけじゃないですか、老後の頃がね。あ、どうりでそういうことかと。まあ、多くの方が納得していただけるかと思うんですけども。だまあ、被災地の人たちには、やっぱり何かね、楽しみがなかったらね、やっぱり精神的にも、持ちこたえれる人とそうじゃない人、いらっしゃるんで、そのあたりはね、まあ、優しい対応でいいと思いますよ。そのために娯楽業界頑張ってきたんだと思いますよ。以上です。まあ、その、まあ、今回のね、この件、そのマイナンバーカードからの厚生年金への強制加入、なぜ進んでいないのか。あれでしょう、多分まあこれ、特に国会議員の人たち、まあ、岸田総理とかに向けて言ってるんですけども、やっぱり万博とかの件で政治倫理審査委員会、まあ、あと道路、まあ、万博の誘致によって企業道路をあっちこっちつなげようとした、もしくはその前からずっと継続してつなげようとしていた。まあ、万博誘致が決まる前から道路を、高速道路を新しくつなげようとしたりしていたっていうのは、それはあります。それも見てますから。だから、そういうようなところで、エネルギーの残存量問題とか、資源の奪い合いで第一次世界大戦、第二次世界大戦始まってるのに、政府は一体何をしてるんだと。まあ、こういうふうな形で政治倫理審査委員会という形、まあ、僕は去年その河川の撮影しに行っていて、それを見つけましたから、で、他でも、発見して、その、道路族ね、建設業界の人たちがエネルギーの残存量問題、分かってない人間っていうのは、やっぱり減給っていう形の厳しい対応をしなかったらいつまでも覚えようとしないでしょ。もう他の企業も同じですよ。そう覚えれないんだったら、あんた一体いくつなのって。もう国会議員の人も同じですよ。だからその三親等以内の返済でね、その、だから生活保護みたいに手元に、その、まあ一応働いてるわけですから、その、まあだから、まあ普通に働いて1万5000だったら、1万5000はすんなり手元に生活保護だったら残るわけであって、例えば10何万働いたら2万ほど手元に残るっていう仕組みで、要するに返済していくんですけども、もともとのその、月給高いじゃないですか。で、あとボーナスとかもありますから、じゃあ手元に残る金額とかがかなり大きくなるじゃないですか。そしたらそれはそれでね、だからその辺のところ、それで家のローンに回してもらうような形で、ある程度の家を認めるような形にします。まあね、何か方法なかったらね、歯止めがないわけじゃないですか。自分たちで返済してもらうっていう、その三振で。以内の請求でね、それを日本の政府の政治家の人たちや建設業界とか医療機関とかそういった人たちだけじゃなくて、もう世界中でそれしなかったら無理ですよ。どうしてもいろんなところ旅行に行ったりだとか車乗り回してしまったりだとか、だから、だからもうこれは最終結論ですね、エネルギーの残存量問題の。
まあ、その辺のところでもみんな腹くくったらいいんじゃないですか。腹くくれるかくくれないかの話ですから。だからその辺のところ、正直、気合あるかないかだと思いますよ。根性あるかないか。だから、30歳超えてもね、まだタバコやめれなかったり。だからそういうところで、その本人が気合ある人間かどうか、簡単にわかるんですよ。髪の毛染めるのか、未だにやめられないのか、あ、根性ないなって。そんな簡単なことぐらいできないのって。まあ、これは今の世の中の現状で、一応ね、少しずつですけども、まあ、良い方向には進んでますね。それはまあ、若い人たちに向けての、メッセージであって、あとはね、その退職金の件については、まあ結局裁判したらはっきりすると思います。だからそれはそれで僕の方で裁判しますんで、今まで働いてきたところでの、なぜ、退職金が出なかったのかっていうところを、だから昔から法廷で、法廷過失があるから、日割りって書いてるんですよ、ちゃんと。そこからつながっていく商法かどちらかで、まあそれもう一回確認しますけども、だから、それがあるから、だから、公務員の人たち、退職金があったんでしょ。順序は、多分、順序がごちゃごちゃになってると思うんですよ。物事の。だから、商社があって、銀行証券会社。商社があって、証券銀行でしたっけ。まあまあ、その時代に生きている人たちじゃなかったらなかなか難しいんですが、国には銀行はあったと思いますよ。だけども、民間の方でその銀行業を担い始めたのは、商社が証券を売って、その貯蓄しているお金を運用する、その銀行というものを、その方式を、まあ国が行ってるからということで自分たちも行い始めたと。まあそれはもう今から100年ぐらい前の頃からの話で。いや、100年よりもっと前かもしれないですね。そういうことをね、まあテレビの放送とかね、たくさん、まあ一時期池上彰さんの番組でその辺のところはしてたんですけど、そういうような番組をたくさん、放送して、定義をやっぱり固めなきゃならないと思いますよ。例えば、厚生労働省の方で、一月の労働時間は220時間を上限にしてるんですけども、それを設定してるのは、例えば僕はその運輸業の仕事でね、一月の労働時間370時間超えで、他の月とかもね、その330時間とか40時間とかもあるんですけども、それタイムカード早く押しといてねとか言われて、帰ってきたらもう押しといてねとか言われてた時期あるんですよ。だそれ、歩合とか出来高とか、日給プラス出来高とかそういうふうな内容だと、タイムカードを押させられるでしょ。そしたら、最低賃金法から逸脱してる部分の、見えなくなる賃金が発生してしまうんですよ。そのものどうやって支払うのっていう形になってくるんですよ。本当は、だから、マイナンバーカードに時期がついてるでしょ。だから、マイナンバーカードでこう出勤してきた時にこうピッて押すって。そうすることによって、違法な働かせ方をしてるかしてないかっていうのは国が簡単にチェックできるっていう方が、その方がいいと思いますよ。で、公務員の人たちが、とんでもない目に遭ってる人たちを助けてあげる。だから、高給が得られるんだっていうような、形安定して、そのボーナスが我々には入ってくるんだっていうような、そういう、人助けをしてるからっていう部分がなかったら、僕は世の中ダメだと思いますね。そうじゃなかったら、我がの稼ぎのために公務員しているっておかしな話でしょ？みんなのための公務員なわけじゃないですか。立場が完全に、僕のケースだと、逆転してる。生活保護者がずっと、社会全体を良い方向に変えようとしているっていう。
今ちょっとね、この冊子見てるんですけども、これ、どっかで見たんですよ。あの、一月の労働時間が260時間を超えたら、その、終わり増し賃金が 50% っていうのがあるんですけども、それ見たら見たでね、その、勘違いするでしょ。一月の労働時間、あ、260時間以上働かしてる例もあるんだっていう、働いてる会社があるんだって。だからね、車を運転する人とか居眠り運転とかにつながるから、特に独身の人で、あの、例えば家族と生活している人とかだったら、家帰ってきたらもう食事して、シャワー浴びてもう寝るで次の日に備えれるかもしれませんけども、掃除もね家族がしてくれてとかだけども、そうじゃない人って、独身の人って自分で食事を、まあまあまあ大抵そういう長時間労働だったらなんか弁当買ったりだとか、まあそうだと思うんですけども、まあシャワー浴びて、で掃除も自分でしなきゃなんない、で掃除がおろそかになって気がついたら家の中はまあだいぶカビが生えてきてる。まあ僕の家のケースだと、まあ向こうの方はね、あのそんなに汚く、まああの距離があるから見えないんですけども、まあこの辺はねだいぶいろいろと掃除がおろそかになっていて、まあカビがねああいうふうにこう生えているっていう、これが世の中の現実で、だからねやっぱり長時間労働はダメですね。だからその辺のところで、だからマイナンバーカードでだから出社して退社した時のまあ出勤とあの退勤、その時間が明確化になれば、誰がむちゃくちゃな労働をさせられてるかっていうのは簡単に分かりますから、国の方で。だからそれ目的でマイナンバーカード作ったのに、万博という余計なもので、社会がどれだけ良い方向に物事が動こうとしていたかっていうこと、これ多分ね、だこれ厚生労働省とか、まあこれ今回あの小霞が関への人たちへのメッセージとか、各省庁の方たちへっていうような形で、題名つけてると思うんですけども、公開される頃には、その、働いてる人たちも、僕がこう、オープンにしなかったら、何目的でマイナンバーカードを、作ってるかっていうことを説明できる人はまずいないでしょ。で、知らないでしょ、根本的に。まず末端の窓口の人たちとは。だから僕からのその提案とかも、いろいろ込みで、マイナンバーカードっていうものは出来上がってきてる部分があって。だからそれは、ちゃんとね、もう、一番最初の頃は、ずっと僕はね、たらい回しにあって、厚生年金、今までトータルで1年分ぐらいしか厚生年金入れてもらえてないんですよ。だから介護保険料とかもその辺のところも全然よくわからないし、入ってた期間、だから厚生年金の基本的に介護保険ってワンセットですよね。どうでしたっけ、あれ分けようと思ったら分けれるんですかね。あんまりね、だから、ルールがね、こう、一定化して、こう、固定しなかったら、対処しようがなくなるんですよ。だそれのところをね、今、定義つけて、僕のね、だから、岸田さんなんか、要するに、総理の家系だから、高額所得者の家系で、育ってきた人だから、僕みたいな末端の人の、実態っていうのを伝え、僕だったら実際今まで会ったことあるし、安倍さんとかもそうだし、君のことは知ってるっていうことで、まあすっとねその話、あ本当なんだなっていうことで受け入れられるじゃないですか。だから話が円滑に進んで、こういうふうな形にね変わってきたりとかしたんですよ。だからと下で、そう一番下と一番上が、まあ一応僕は国会で各歴代の総理とか大臣の人に大臣クラスっていうことで認められてるんですけど、そこで嘘なしですよ。もう大声で、岸田さんも言ってくれてますから、叫ぶような形で発言するだけのその気合というか、止められてしまったらもう僕も何も言わなくなっちゃうでしょ。諦めてしまったりして、社会の正常化っていうの、
エネルギーの雑用問題の対処とかもそうですけども、そこやっぱ気合いいるんですよ、ものすごい。どうしても頭の中で、なんで生活保護者がここまで頑張らなきゃなんないんだろうとか、それが頭の中よぎってしまいますから、だからお金の周りとか税金の周りとか全てを見るとね、だからお金を吸ったら円安になるだけだったっていう話であって、ちゃんと働いた人にはちゃんとした支払いを仕上げなかったら、それは奴隷化であって、黒人初の大統領オバマさんが誕生した意味がなくなってしまう。で、これは多分日本だけじゃなくていろんな国で起きてることであって、日本はこういうふうに変えていってる部分っていうのを一つの手本としてもらって、ね、そのマイナンバーカードについてもやっぱりそれでもどこの国もその仕事のその状態を国がちゃんとしっかりと管理するっていうのが、それが正しいと思いますよ。だって、ね、厚生労働省の管轄で、ね、国民年金も厚生年金も国民年金基金もあるんですから、基金は国なんですから、まあ、健康保険と国民健康保険も本当は一体化するべきなんですよ。健康保険を作ってしまうことによってで、福利厚生などいろんなややこしいことを言い出して、昔ゴルフ場だらけにしてるんですよ。その頃が1980年代の頃の無駄なお金 の、 エネルギーの残存量問題を全く考えてない無駄な消費。ゴルフ場なんか作って、そこで駐車場なんか作ってしまうと、まあ、それバスでね、送迎バスとかで、ゴルフ場行ってゴルフするんだったら分かりますよ。だけどもみんなはみんな車でゴルフ場なんか山の中に乗りつけて行っていたら、ガソリンの消費量どれぐらいなんかわかるでしょ。たかは1日10リットルって思うかもしれませんけども、それが豪勢な遊びなんですよ。だって石油の残存量も残り54年分ですよ。ガス49年分ですよ。僕は若い頃って残り59年分だったんですよ。もうロシアなんか1万5000メートルまで到達してるんですよ。で、多分アメリカも言えないぐらいの距離掘ってるんじゃないですか。だって一番最初世界でエネルギーの消費量第1位はアメリカでしたもん。2位日本で3位中国で、それが、今1位は中国ですかね。で2位がアメリカで、まあ、人口を考えるとやっぱりそうなると思います。普通に考えたらそうです。ただしもう、世界中でその、まあ、ガソリン車の販売は今年中に終わるはずですよ。それができなかったらもう終わりですね、この世の中。スーパーマーケットに食料が並ばなくなって、物流が止まって、もう電気の発電もわずかしかできなくなって。もう絶対終わりますね、この世の中。ほとんどの人が死滅します。もうそういうデータをね、1998年、フルーソラパークで勤務してる時に、テレビで公開してるんですよ。19時から21時の時間帯に。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、あと本当に公務員の方たち、特に、淡井さんの動画見ておいた方がいいよと。これ知らなかったら分からないでしょう。で、まだその退職金の件に関して、その裁判した時にどうなるかっていうところ、また結果出たら、お伝えしたいなと思います。以上です。皆さん、長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、あと着信通知の、設定がわからない人は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いてください。そうすることによって僕は動画を公開した時に、着信が来ますから、でまあ、たくさん僕は動画多々上げてるんで、まあ、うとしくなったりされる方もいらっしゃるかもしれませんけども、このように、すごく重要な内容っていうものがありますんでね、見るだけの価値があると。もう、そんじょそこらの番組よりも、彼の番組の方が、よっぽど、ハイレベルなことしてると。まあ、政官法と陳情がありますからね。民間人からでも、つながりがあったら、まあ、なんとかできるんですよ。で、具体的な例、さえあればね。で、あとは身の回りの方に、できるだけ淡井さんの動画見た方がいいよと、この動画見た方がいいよと、まあ、そういうような内容を、お伝えしていただけたらなと思います。もう、まあ、さっきのゴルフ場の話なんかも、兵庫県なんか呆れたもので、150ぐらいゴルフ場を作っちゃったんですよ、兵庫県だけで。
ゴルフ場の隣にゴルフ場があって、その南のところにゴルフ場があるんですよ。絶対倒産するでしょ。だそれ何が元かって、会社がお金を持ってしまって、会社が作っちゃってるんですよ。その頃がバブル。お金の変な回し方。で、その元は何があったかって言ったら、中小企業への、ね、こういうような、割増賃金の 25% とか、むちゃくちゃな、対応の仕方をして、で、その人たちが結局、家のローンとかを、返済できなくて、まあ、ひどい目にあったりしてると。年金とかは一月15万円の支給までこうたどり着かなかったり。で、これ退職金ずっと同じところで働いてきた人とかが、例えばね、嫁さんのいる人は、男性がその嫁さんに自分の退職金を最後かけてあげると。そしたらその嫁さんは一月15万円前でたどり着けるんですよ。なんかこういうふうな内容っていうものを、まあ、多くの方が覚えていただけたらなと思います。皆さんご協力をご代表のほどよろしくお願いいたします。以上です。